計算はビジネス本読みますか？だって。ビジネス本読まないですね。読んだとして、渋谷で働く社長の告白ぐらいです。藤田進さんの。それぐらいしか読んだことないですね。あんまり必要としてないから。まあビジネスを自分がやりたいんだったらね、似たビジネスをしてる人の本は読むかもしれないけど、うん、参考程度にね。でもビジネスのスキームとかの本を読むより、その人のこう生き方とかを読んだ方が俺はモチベーション湧くタイプだから、モチベーションみたいなさ、なんかもともと高い方だけど、ずっとモチベーション人生に向けて持ってるから、何かの仕事に向けてモチベーションとかそういうんじゃないんだよ。人生に向けてもう意欲が高いんだよ俺は。自分の人生を豊かにしたいっていう意欲が高いから、なんか人がこう自分より頑張ったみたいな文献を読んだりすると、うわこいつすげえな、そらこんだけ稼ぐわなとか思うわけ。うん、マーク・ザッカーバーグの本当に創業当初のね、労力とかをさ聞いたりすると、はあそらこうなるよなって、この発想でこれだけ次々に仕掛けたらこうなるよなとか思ったりするよね。なんかね、そら Facebook も成長するよなって思ったりするよね。うん、勝ちたかったら登録しとけ。